リトアニア軍事アカデミーリトアニアヨナス・ジェマイティス将軍軍事アカデミーはリトアニアの首都ビリニュスにある国立の高等教育機関リトアニア国防省が管轄する1992年6月16日にリトアニア政府により国防学校としての設立が決定これが設立日とされている1994年1月18日に セーマスによって国防学校はリトアニア軍事アカデミーに改祖される。1998年11月20日からは公明にヨナス・ジェマイティス将軍の名を冠している。彼はソビエトに対するパルチザンを指揮した。9つの学科があり、他にも図書館や研究センター、運動複合施設、博物館、弊社がある。NATO 加盟国との協力で研究が行われており、 アメリカ合衆国のバージニア軍事学校、イギリスのサンドハースト王立陸軍士官学校、フランスのサンシール陸軍士官学校とも関わりがある。ありがとうございます。